だんだん明るくなってきた。今は5時50分。これから博多駅の方へ向かいます。だんだん明るくなってきた。バスが見えるのでこちらみたいです。ここからまっすぐつけたりが有田の駅で、この右側に進むともうメインストリートだそうです。今日の目的の一つがサンマザラです。奥の方に来た方が結構雰囲気あるお店が多い気がします。なんか個人作家の方とかのお店もできたかな。2時間自由時間があったんだけども、結構撮影とかしてたら端っこまで行く前にそろそろタイムオーバーかもしれないです。結構サクサク歩かないとダメかも。あ、でもまとまってていいね。どうしようか。あ、抽選会場。かわいい。うん、かわいい。これも軽い。カレーうどんいただきます。器がしっかりハサミ焼きなのもいいです。美味しそう。